こんにちは、浅見ほほこです。私の手帳も今年で4年目になりました。いつもすごく丁寧に大事に使ってくださっている声が全国から届いていて、本当にどうもありがとうございます。今年の手帳の色はブルーグレーです。私もともと好きな色のタイプが少しこうフェードがかっていたり、ハゲかかっているというんでしょうか、そういう色合いが好きなので、今回のトーンもパッキリした水色よりは少しグレーがかった色を選びました。こう肌触りもすべすべとしたスウェード調を選んでいます。この生地を選ぶときいつもすごく迷うんですね。というのはもっと手帳って1年使うものなので、丈夫な汚れが目立たない方がいいかなとか、スウェードだとこう水に濡れた時どうかなっていうふうに思うんですけれども、私の手帳はやっぱりこう置いた時にもインテリアの一部となるような居心地の良さとかエレガントさを出したいので、今年もやっぱり自分の好きな生地にしました。それから最近知ったんですけれども、やっぱり手帳、お財布と同じように手帳も1年間使ったら新しいものに取り替える、その方がその何でしょうね、こう流れが良くなるというか、古いものを一新して新しい気持ちになれるっていう意味で、手帳もお財布も私は毎年できるだけ取り替えるようにしています。この手帳で私がこだわっているところは、まず一番最初にこう手帳って大抵こう開くじゃないですか。でそうするとこう予定を書いた時に向かい側の人に見えてしまうんですよね。で私はそれがなんとなく苦手で、なんとなくこう隠してみたり隠して書いたりしていたんです。それを防ぐために私の手帳はいつもこう縦開き、相手からこう隠すのも嫌ですし、ちょっとプライベートなことは見えないように工夫しています。それからバッグの中に入れた時にこうガバガバと開かないように、ここをマグネット式にしています。外側にこうボタンがついてるとその部分が分厚くなってしまって、私はいつも小さいバッグを持っていることが多いので、薄く、できるだけ薄くエレガントに見えるように工夫してあります。からこれは毎年のことなんですけれども、中には大丈夫だのイラストを今年もいっぱい描かせていただきました。手帳や本もそうなんですが、本当に不思議で、いつも自分がパッと開いたところに今の自分に一番必要なメッセージが書いてあると思うんですね。なので1週間に1つ新しいメッセージを見ることができます。それからもう一つ、これは私自身がすごく便利なんですけれども、中に新月や満月の日にちが書いてあって、で私は毎月新月の日にお願い事をしているんですね。でついつい忘れるんですよ。でもその手帳を見て、あ、今日新月だって思うたんびに、その月にのことを振り返ったり、これから先のことを思い描いたりしてお願い事をしています。私自分の手帳の使い方を考えてみると、こう何ヶ月か前にこれから先数ヶ月にやろうと思っていることを、決まっている予定ではなくてやりたいと思っていることを割とこう羅列して書くんですね。だからこうタイムスケジュールのページの上に、私の手帳はこう全部余白がついてるんですけれども、そこに来月やりたいこと、それを優先順位にしていっぱい書いています。でよく考えてみると、それが実は夢に向かっている一歩なんですね。だから1年間の初めにいきなり一番大きな目標を立てると、毎月のこう一歩一歩が見えないんですけれども、来月はこれをやろう、その次はこれをやろうっていうことを季節ごとにいつもいつも書くようにしています。で手帳はやっぱりこういつも自分のそばにあるものですから、何回もこう読み返してみたり自分の修正もできますし、自分の本当にある予定だけではなくていっぱい書き込んで楽しむものだと思うんですね。ですのでぜひ皆さんもご自分の使いやすいように工夫して楽しんでみてほしいなと思います。この浅見ほほこ手帳、ぜひ皆さんも一緒に使ってください。